皆さんこんにちは、アケガラスミアッサラサです。最近ゾンビモノの CG アニメ映画に共同脚本で参加いたしました。映画死が美しいなんて誰が言ったは2023年12月22日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開予定でございます。それはともかく、今回は東北旅行動画を一時中断いたしまして、先日千葉のユニオンベースで開かれましたアーマー祭の模様をお届けいたします。昨年も撮影いたしましたが、コスプレとサバゲーが融合したイベントです。私はプラモの展示が目的だったのですが、さてどうなることやら。チャンネル登録してね、してね、してね。直接本人に言うのではなく、お近くのフィールドスタッフ、またはアーマー祭りスタッフにご相談ください。ロケはゾンビ行為。アーマー祭りがやってくる。ヘイ、アーマー祭りがやってくる。こいつはどえらいお祭りだ。ヘイ、こいつはどえらいお祭りだ。サバゲ、サバゲ、撮影、撮影、合流、合流、太陽、オーエガミ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 。この日、この場所で我々が何をなさんとしているのか。今日という日は、この場にいる者、世界の誰かにとっても忘れられる日になるであろう。拳を掲げよう。我々の思いを一つにし、我々の持てる力を全て発揮し、準備はいいか。当たり前だ。準備はいいか。はい、明けガラス宮サラサです。ただいま千葉でアーマー祭りというイベントをやっていて、ロボットの展示に来てます。で、私がこの通り出品している、イデオンとですね、エアリアルがこちらです。前塗装の、頑張って作りました。で、午後からミサイルをバーンってこうやっております。で、さっきお隣がキングオージャーだったんですけど、まあ、あの20体合体が分解してこんな感じになりましたね。あ、硬化殺傷、このぐらいの草なんだ。で、ドン鬼退治で、こちらの、このガンダムシードになります。で、バットマンのレゴにボードゲームやつね、こちらもこの通りいっぱい並んでおります。これはこの人の名物になってました。これすごいですね。ガンプラコンテストの3位って書いてありますね。まだまだあります。アーマー祭りの、メカロボットコーナーに来ております。いろいろどうですか、トゥルフの振りとかいろんな、これも仮面ライダーですとか、ウルトラマンいますねで、ガンダム、まあ、皆さん上手いというか独創的な、みんな濃いですね。モデラーさんの素晴らしい作品が並んでますね。毎年恒例みたいな毎年恒例かな、でもうるさいね。そうなんですよ、すげえ動画撮ってるよ、ごめんなさい。天気にね、ちょっとね、マジでやっていかなくて僕は朝から並んでたんですよ、はい、でもう先頭のちょっと後ろぐらいだったら、ああ、いけると思って、で、回転しました、はい、そしたら、並んでない人たちが一斉に入ってくるんですよ。へえと思って、
したらエスカレーターガンダッシュして、店員さんの態度は危ないですよって言われて、はい、いらっしゃいませーっつって、あー俺いいのみたいなもうあのそこはきっとガンダッシュもうあいつらは所詮売れればいいと思ってる連中だからクソみたいなガンプラでその後に初めてレベルでクレームの電話入れたからツヤツヤリか、ツヤリこそを初めて売ってみたんですよね。自分も光沢でやったんですか、はい、光沢って難しいっすよね。難しいというか、どれが正解か分かんないし、あんまり塗らないから。いやプラモの話が知らない人とできるだけ楽しいです最近ってください。ブローサブマリンすごい第4回144分の1ガンプラコン L サイズ3位なんか取れちゃいました。ありがとうございます。投票していただいた皆さんデカデカの両方使って、あと他のこれ光沢とツヤ消しとかのやつってどういう風にやってるんですか。パーツ分けでやってます。あーパーツごとに先に塗っちゃいます。あ、うん、先にこのパーツは光沢全部パーツでいって、はいはい、でこのパーツはツヤ消しで、はい、まあ、最後組み立てて、まあ、仕上がる。あーなるほど。あとは部分的にマスキングもしたりとか。おーね、受け付けてる。 OK、 あただ3と3ホール。じゃあまずじゃあこれでここにいる、はい、赤ヘッドのやつ分解して狙いで、ガンスリーパーくそしたらじゃあこれでじゃあこの赤ヘッドにガウスリーパーでいきますよ。2発2発防御しなきゃいけない赤ヘッドです。あと一発一発当たりですね。だからあと1回だからじゃあどうしようかな。行動したのがこれとこれなのでなんか目印ついかかって、あ、でも記憶しずしかない。わかりましたわかりました。なんとか一体倒したい。あ、4一発よし倒した倒したよし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 。あー白線が出た。こんだけいるのに私が倒せない。たら終わりです。はい、じゃあいよいよ私の主ターン。はい、明けガラス宮更紗です。千葉のユニオンベースというこちらです。今日はアーマー祭りというイベントで、皆さんこんな感じで、コスプレした人が周りにいるわけですが、でチーズカレーを頼みましたので食べてみたいと思います。ちゃんと炙ってあります。肉は私ビーフがダメなんで肉が食えるかどうかわかんないんですけど、とりあえずチーズカレーいただきます。いただきます。うん、カレーは割と甘口でチーズが結構あの喫茶店のピザトーストとかに入ってるチーズですね。これはビーフかな、どうかな。あ、豚肉ですなら私も食べられます。以上、今写真撮影に出てきました。ランボール、ランボール、ランボール、ゲッターが走り方がゲッターだ。すごいな、インスペクターが。めちゃめちゃ安いですよね。これ買えばバイオロゴ買っちゃったから。成功でこの吉合わせやるよ。バイオロゴが5000円で売ってたので買いました。うん、普通に買うとプレネというかまあ5000円以上は しそうだったんで5500円のところを500円負けてもらいました。まあこれも円ということで。
なかなか戦争に巻き込まれてますな。入ったー。敵もどこから撃ってくるのか全く分かんない状態です。ラスト1分だそうなので取りながら戦いたいと思います。結構友軍が近くにいるから。あ、ここ正面いますよ。マジで、ここにいる。終了です。終了。こうか。ゲーム終了みたいですね。カウンター戦みたいです。こんな感じで戦います。向こうでフォトセッションやってるみたいです。始まると撮ってる余裕がないんで、来てねえ人が真ん中にいたから頑張っていこうかと思います。こんな感じでくつろいでました。申し出がありました。女性の皆さん的に、ね、撮影しませんかという申し出がありましたね。後で女性合わせという形は失礼ですね。はい、スターを見せて、いる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 、ね、いる。見ろ、太陽がこんなにも傾いている。太陽みんな知らない人もいたら思ってくれてます。まあ、どうもお店の私から最後の一言です。すいません、こんななりのところで。はい、それでは皆様、今年も一緒に遊んでくれてありがとうございました。私、明け烏宮サラサは電子書籍の制作も行っております。怪談ミステリー、おとぎ亭七波と禁じられた話、イラストは漫画家イラストレーターの加地先生。詳細は概要欄から、 Amazon の Kindle で明け烏宮と検索しても出てきます。電子書籍活動は今後もバリバリしていく予定ですので、何卒ご贔屓によろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。低評価、高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また見てね。